パラボーロパルマはイタリアパルマを本拠地としていた男子バレーボールクラブチーム通称はパルマ1946年創設1949年にフェッロビエリパルマとしてセリエ A へ参入し1950年にリーグ初優勝翌年連覇を飾った1954年総合スポーツクラブカスパルマと合併1964年に 降格の危機が訪れたが、アビアペルビア、モデナの破産による消滅により降格を免れた。その後、グルッポスポルティーボサルバラーにの支援を受け、白と青をクラブカラーとするパルダボーロパルマとなり、1969年に3度目のリーグ優勝を飾った。1981年、パルマラットとサンタルがスポンサーとなり、白と緑をクラブカラーとする、 パルマバレーボールとなる。1990年代にかけて、リーグ優勝5回、コッパイタリア優勝5回、欧州チャンピオンズリーグ優勝2回、欧州スーパーカップ優勝2回、トップチームズカップ優勝3回など、国内外の数々のタイトルを獲得。イタリアバレー前世紀の代表選手及び、各国代表選手を抱え、A1、AH、屈指の強豪クラブとして一時代を築いた。 しかし、1994年、当時のスポンサーである、マキシコーロのスポンサー放棄によって、財政危機に陥り、クラブ再建のため1996年に、ローマバレーへ A1 の権利売却を余儀なくされる。パルマは A2 へ降格し、スカイバレーとして再出発することとなった。1999年に A1 へ最小格し、再び、 マキシコーノをメインスポンサーに迎えたものの2004年にターランとバレエ権利を栽培却しパルマは消滅した。ありがとうございます。